皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、カバンをね、実は買いましてですね、それが届いて、もうね、実は詰め替えもしてあるんですけども、そちらのね、紹介をしていきたいと思います。こちらになります。どうやらね、日本製ではなさそうなんですよ。で、デザインがね、ちょっと変わった形というか、やつで、これ結構ね、小ぶりっぽく見えるんですけど、結構縦に入るね、荷物が多い方にも結構入りますね。ここがチャックなんですけども、で、ここにね、傘を入れてんですが、ここの間から雨の日はちょっと、雨が入りそうかなっていう心配はありますけどもね。でもなんかこのちょっとこういう感じの持ち手とか、あとショルダーの紐をつける場所とかね、ちょっとまた違ったので面白い作りっていうか、まあ個性が光るカバンかなと思いまして、中身を紹介しつつ、このカバンのね、最後どんな感じかをご紹介したいと思います。チャックを開きます。こんな感じで結構入るんですよ。ちょっと中身が見づらいんですけども、傘です。これね、すごくコンパクトで、日傘にも、こうね、あと雨の日にも、まあ、使える傘で、で、結構ね、スリムなんでね、持ってると、カバンの中でかさばらないんで、これを選んだんですけど、ただ、雨がすごい日に差すとちっちゃいので、まあ、ちょっとあれなんですけど、ちょっとの雨とか急な雨の時にはね、これ一本持ち歩くとね、便利なのでこれを入れてます。このね、エコバッグです。私結構買い物する時に使うんで、これをちょっとね、入れてますね。これダイソーのものだったと思います。水玉のこういうね、感じのもののエコバッグを持っております。本当だったらもっとちゃんとコンパクトに折りたためるものが欲しいんですけど、まあこれでもね、全然平気なので、これを使ってます。手帳になります。ですね、手帳は、本当にね、往復しかしない、その直行直帰の時が多いので、ほとんど書かないんですけど、例えば誰々ちゃんとご飯を食べ行ったとか、例えば家族で会ったとか、あと、スマップ、新しい地図が、とあったとか、まあそういうなんか、本当にあった時にしか書かないんですけども、すごく重宝しております。中身ちょっと見せらんないんでね、あれなんですけども。サマースプレゼントに買ったこの財布なんですけど、やっぱいいですね。うん、ずっとこういうブランド財布に憧れていて、で、こういう L 字型って結構、ずっと使ってるんですけど、やっぱりね、ここだけないだけで、ここからこう、スッて開けられるっていうのが、もう、L 字型が私は好きなんだなって。で、薄い財布が好きなんですけど、まあその中でもそんな厚みがない感じ。まあ中入れてないからっていうのはあるんですけど、まあこれぐらいだったらね、全然問題ないので、これを使ってます。ランバンの、ものなんですけど、これね、雑誌の付録だったものなんですよ。アンドロージーのね。後でこの鏡も出てくるんですけど、すごくね、色も好きなんですけど、こう、使い勝手がいいんですよ。ティッシュケースではあるんですけども、まあ今、ちなみにクリネックスのやつが入っているんですけども、で、この中は、の薬関係です。イブとか、ロキソニンとかの薬が入ってまして、あと、この中コンタクト入れるとしたら、この中に入れとくんですけど、今まあ、なぜか1個しか入ってないっていう。で、このね、目薬と、バンドエイドが入ってます。コンタクトは、多分会社行くときって眠いからしないんで、会社ですることが多いんですね、朝。なので、この中に入れること多いんですけど、なぜか、なんでか左右あるのに今一つしか入ってないっていうね。多分落としたから、だからそっちの目だけ使っちゃったのかもしれないんですけど、私の一応化粧ポーチとかなんかもう、私結構
化粧直ししないので、本当に必要最低限のしか入れてないんですけど、で、こちらミンネという、あの、アプリのとこから、このスマイルに惹かれて、ちょっと買ったんですけども、この中身と言いますと、だいたいリップです。あの、化粧直ししなくても、リップだけは塗り直したりすることが多いんで、まあ、グロスだったり、ね、いろいろ。あと、モアリップと、あとは、この普通のリップと、あとね、このキュレルのクリームがね、あの、ほんとね、あの、いろいろ、ニキビとか、あの、カサカサ鼻するときが多いんで、それを塗ると落ち着くので、これを持ち歩いてます。パウダーとか入れてたんですけど、この間購入品で紹介したんですけど、セザンヌの UV クリアフェイスパウダーを、持ち歩くことにしました。実はですね、この動画を撮る前に、セザンヌの縛りメイクを撮りまして、その時使ったら本当にね、良かったんで、その動画アップされたらぜひ見てほしいんですけど、で、これを持ち歩くことにしました。お腹はまだこれしか入ってないんですが、今のところこれだけですね。もう全然使ってないマスクケースです。ただ仕事中とか、マスクして作業することもあるかと思うんで、そういう時にね、この中にマスクを、持ち歩くのに使うかもしれないので入れときます。もう私といえばというものです。ミンティアです。で、このサイズのミンティアは他に4種類ぐらい出てるんですけども、最近こういうフルーツ系が出だしたので、こっちを買ってみました。美味しいですね。すっごい口の中リフレッシュできるので、このハンドクリーム。前3年勤めて、あの、終わる時にいただいたものを、使ってるんですけど、そろそろね、なくなってしまうんですけども、まあまたね、前回そういう話をした時に教えてもらったそのサイトで買うか、それか、まあまた違うものを持つかちょっとわからないんですけど、これほんといい匂いで大好きなんですよ。またミンティアです。持ち歩き充電器です。前回どっかで話したんですけど、これ新しく買って持ってるものなんですが、前回ね、あの前、この買う前に使ってた充電器を、あの、ずっと使ってたんですけど、なんか紛失したっていう話をしたんですけど、実はなんか、ここのね、撮影してるデスクに置いてあったんですよ。もうこれを買った後に発見したので、まあ、それだったら新しいのから使っていこうと思って、今これを持ち歩いてます。通勤とか会社で使うぐらいなら1個でね、いいですしね。ジャケットの中のものなんですけど、さっき言ったランバンの鏡と、あとまあ、あの、派遣で登録してるとこが多いんで、それの名刺を持ってるのと、あとはもうこれね。もう私ずっとこれ使ってるんですけど、これもミンネで買ったパスケースになります。その財布の中に入りきらなかったポイントカード系がこれに入ってます。以上なんですけど、まあ、なくなるとね、こんな感じで結構奥行きがあるタイプで、これで見えない。奥行きがね、こういう風にあるんですよ。で、これと、ここ。同じものがもう片方にこうついているので、ここにまあ定期とか入れたりしてるんですけど、で、これ面白いと思ったのが、ショルダーって普通こういうところにこう紐をくっつけて使うと思うんですけど、これはね、あの、私最初どこなんだろうってすごい探したんですけども、こういうところにね、こういうなんか、なんて言うんだろう、くっつけられるような棒みたいなのがついてて、で、こうやって反対側にもね、同じものがついてるんです。こういう風にね。で、まあこういう風になってるんですよ。こっちとこっちにつける感じ。だからこういう風に、ここでじゃなくて、なんか面白い作りだなと思って。そして、これは、そのショルダーとともに、あとこれでまあ手で持てるのと、こうね、紐がついてるんですよ。あの、こんな肩掛けをね、できるんですね、これで。うん。それでね、結構まあ、コンパクトに見えて、
実はいっぱい入るというね。で、このシリーズね、4種類ぐらい確かあったんですよ。で、これグレーなんですけど、一番人気になってまして、で、ブラックとか、グリーンとかね、あるんですけど、グリーンもね、可愛かったの。なんですけど、私最近グリーンばっかりで、もうそのうち全身グリーンになるんじゃないかぐらいの勢いでグリーンばっかりなので、まあこれなんかシンプルで何の服にも合わせやすいっぽいし、なんかこう大人っぽい感じが一番したのでこれにしました。これヤフーショッピングで購入したので、概要欄にね、そのサイトを貼り付けておくので、気になった方はぜひぜひ見てほしいと思います。楽天とかにもね、あると思うんですけど、なんかヤフーショッピングとかでたまにはと思って探したのがきっかけなんですよ。なのでヤフーショッピングで買いました。誕生日なんで、まあもう一個ぐらいね、カバン欲しいなと思って見つけたんですけど、なかなかね、こんな感じでこう、あ、これいいって思うものに出会わなかったり、思った以上に値段が高かったりして、ちょっとね、手頃でこういいやつをと思って探してたので、今回はまあこれにしたわけなんですけども、まあね、またこうネットサーフィン好きなんで、またこういう風ないいカバンがあったら買うかもしれないんですけども、まあね、いつも同じ感じな形で、こうショルダーで大容量ばっかりでだったんで、ちょっと変わった感じのを探してたっていうのでこれに出会いましたね。いかがだったでしょうか。これはもうカバンの中身紹介は4度目ぐらいになるんですけども、まあカバンが変わっただけで中身はそれほど前回と変わってないと思うので、まあカバンのね、紹介してるこの中の感じとかね、そういうのも興味ある方はこちらを見てほしいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、フォローお待ちしております。最近生放送をしております。だいたいね、告知するものは20時からになっております。よかったら遊びに来てください。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。